ハウスに暖房器具持ってる人は暖房するんですよね。それから、つっかえ棒をする、普段つっかえ棒すると農業ハウスなんかで農業できないので、つっかえ棒をするとで、その辺のタイムラグってどのくらいかって考えなきゃいけないんですね。で、例えば農業ハウスだと半日前に分かると多分行動できると思います。でそれが、6時間前だとでもまだできるから、だけどそれが夜だったら今度しんどいとかいろいろ出てくると思うんですね。ですんでその、使う側の人たちがどうやって行動するかっていうのを考えながらと、どうやって対策をするかっていうのと、あとはどういう被害が出てくるかっていうのを考慮した上で、さっき原さんが言われたように3日前からその正確な予測は多分なかなかすぐには難しいと思いますので、その辺の精度がどのくらいなのかっていうのを認識した上で使う側も多分使うと思うんですよ。ですからその辺のあらかじめ何かをしておくとか、もう3時間先はやばいから何かしようとかって、そういうことをですね、何かできるようになってくるといいのかなっていうふうに思います。はい、非常にありがたいコメントありがとうございます。中井さんから何か、今の神さんの話は実例なんですけれども、先ほど私が言った委員会の中で、それは地元の除雪をそれから雪崩パトロールしている会社の方にも出ていただいているんですが、その方もこの予測を、研究の一環として見ていただいているんですけど、特に始めた頃は精度悪いんですよね。私は実験の設定もいろいろ限界があって、ところが言われたのは、とにかく例えば夕方のミーティングに間に合う時間に出してもらえれば、それを叩き台にしてパトロールしに行くから、精度は悪いのは悪いで、それが分かってればいいというようなコメントをいただいたんですね。だからそれはやはり見る人がどういうレベルのもので動ける人かという、それを分かっていれば、なんかいろんな可能性が、精度にかなりばらつきがあるものでも、こういうコミュニティなら出せるとか、当然そのこういう精度だよというのを言わなきゃいけないんですけど、やはりそのあたり、誤差情報も当然気象の専門じゃない人に伝えるときには分かるような形にする必要はあると思うんですけれども、それを工夫すればいろんな出し方があるんじゃないかと、可能性が広がるんじゃないかというふうに思います。じゃあそろそろ、はい、って感じですか。はい、どうぞ。今、予測のことを中心にされてますけれども、今どうなっているのかと、例えば積雪深の観測因数も非常に少ないので、現状把握するのも非常に苦労するということで、計測の部分も、展開するというのも大事な課題だというふうに思います。私もそれ非常に同感でして、最初の発表でデータ集めるのにえらい苦労したんですけど、やっぱり観測点ないところはないんですよね。そういうところで、ウェザーニュースのなんとかリポートとかで見てみると、雪あると、なんかその辺実態がよく分かんないところとかで、もう実際降ってるけど今後どうなるかっていうのとかを、実況把握して、例えばその情報出していくとかっていう意味では、観測とかも非常に重要になってくると思うので、いろんな工夫が必要なのかなと思います。で、他にもうこれだけ言わせてくれている、はい、大循環とか気候変動が異常専門の本田です。雪氷の方に参加していると、気象の人間に参加しているとよく聞かれるのが、またこのような影響が起こるのかということと、それは再現期間はどのぐらいかとかっていうのをよく聞かれるんですけども、でそうやって実際過去のデータを使って計算している人もいるんですけども、あくまで基本条件が同じという場合に再現期間って意味があるんですけど、現在気候が変動している状況で、それはちょっと危険であるということは言っているんですけども、ただ気象側の人間にはまたこういうのが起こるかどうかというのは、すごく期待されているというかですね、というのを感じます。はい、はい、ありがとうございました。議論続けたくなってきたところなんですが、ちょっと時計の方を見るとそうもいかないなという状況でして、最後にですね、ちょっとこういうネタで荒木さんから一つ。はい、今回ですね、多岐にわたる発表があって、大循環から総監のメソ、雪氷関係の方々もみんな集まって一気に、議論が、できたと思います。私はいろいろ勉強させてもらいました。ありがとうございます。で、今日いろいろいっぱい聞いたんで、私頭がちっちゃいんでパンクしてしまっています。というわけで、何かの形でまとめたいと思っています。でちょうど今日のお昼休みにあった気象研究ノートの企画委員会で、この南岸低気圧による大
行きの企画が承認されまして、来年の秋に発行するのを目安に、今回の講演者の皆様を中心にさらにプラスアルファで、まあ、熱帯気象を含め、いろんな関係者の方に参加してもらって、まあ、この、 いろんなアプローチの仕方があり、いろんな解釈の仕方があり、でなおいろんなところにこう役立っていくべきだというこの南岸低気圧による大雪のですね、気象研究などを、まとめようと思っています。で編集は私と中井さんで、やるつもりですので、ぜひお楽しみにというところで、まあ、体系的な理解を、ぜひ今後進めていきたいと思っています。今日は、どうもありがとうございました。